宮崎駿ってエロいんですよ。罪悪感を感じさせるっていうのが宮崎駿の手口なんですよね。オタキングチャンネル。このシーン覚えてますか？タイガーモスから切り離されたパズーとシーダが乗ってるタコがですね、なんとかラピュタに着い、その後二人でやったーって言って抱き合ってゴロ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 って転がってるシーンなんですね。このおしゃれ雑誌のですねインタビュアーの人がここでキスしないんですかというふうに宮崎駿は聞いたわけですね。そうすると宮崎駿はそんなこといちいち書かなくてもちゃんとこの映画の中では表現してるっていうふうに答える。パズーとシータがですね、タイガーモスの上にあるタコ、ハングライダーみたいなもので上に上がってくる。で、その時に突風が吹いてグーンって飛ばされるんですよ。シータがパズーに強く抱きついてる。で、強く抱きついた時にパズーが振り返る。この振り返りの顔が弱かった。アニメーター呼んで説教して、お前分かってんのかと。お前の好きな女の子いて、その女の子がちっちゃいおっぱいをくっつけてきてるんだ。そのおっぱいの膨らみを背中に感じてると、お前はそんな顔すんのかって言ったら、違います、じゃあ書き直せって言われて書いてきたら、それでいいんだと。だから、この男はこんなに余裕のある顔ができるんだ。女の子に頼りにされてそれを肉体的に感じるからこそ男は頼りがいっていうのを出せるんだ。これを書くのがアニメだよっていうふうに言うわけですよね。宮崎駿ってエロいんですよ。ただそのエロさっていうのは僕らが知っている安直なエロさではないんですね。宮崎駿って安直なことを何よりも嫌う人なんです。シータが空から落ちてくるのを受け取るシーン、かなりこう地味な服を着てます。シータがふわっと浮いてて、この後シータが重みを取り戻すからずしっと重くなる、肉体化されるわけですね。で、この時のシータのおっぱいっていうのはまあ割とツルペタに近い、かなり小さい感じで描かれてます。ほとんど服のシワと言われてもわからないような感じ、あるように見えるけどもないかもわからないというような感じになってるんですね。だからといって宮崎駿はそういうのが好きなのか、そうじゃないんですね。パズーにもうラピュタのことは忘れてって言って帰らせた後ですね、シータが絶望してるシーンですね。お母さんから習ったおまじないで来て我を助けようというおまじないを言った後、胸の飛行石がガーッと輝き出します。胸の合間で飛行石が輝くから、この胸の中心部にハイライトが、胸の膨らみの両外側に影が落ちるっていうのをわざわざ作画してるんですね。こんなことをでわざわざ作画するのもですね、そこが見せたいからなんですけども、やっぱりね、うまいのは何かっていうと、エロいシーンとして描かないんですよ。エロいことを考えたこっちの方が悪いって思わせる、罪悪感を感じさせるっていうのが宮崎駿の手口なんですよね。このシーン、ラピュタの光が復活してシータが着てるかなりダブダブの服、わざとこのダブダブの服っていうのがグワーッとはためくんですね。これよく見るとこの腕からですね、二の腕までが透けて見える。つまりその下に下着が着てないかもしれない、裸の肩の位置あたりまでがチラ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 見えるんですよね。でも見てる人に、これはラピュタの光がバーッと出てるからですって言うなでしょうけど、本当にそうなんだったらこんなね、ふわふわの袖が開いて服着せなきゃいいんですよ。これをなんで着せてるのかっていうと、このビラビラビラとはためいてるところを見せたい、見せたいけれどもエロいシーンっていう風に見てほしくはない。でも見てる人にドキ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 させたいと思うから、こういうゾクゾクするような怖いシーンでやるんですよ。冒頭一番最初のシーンは飛行船が飛んでると、それをドーラ一味が襲う。シータは窓から逃げていくんだけど、風がバーッと吹いてスカートが思いっきりめくり上がるって、太ももの辺まで見えるんですね。これも死ぬか生きるかのシーンだからエロくないんですけど、でも宮崎アニメでですね、あんな太ももまで女の子がスカートがはためくシーンっていうのは必ず入ってるんですけども、見てる人間はですね、あ、パンツ見えそうと思ったこっちが悪い、こっちが恥ずかしい、こっちの方がエロいんだというふうに思わせる、これ罪悪感がエロいっていう考え方ですね。これはエロいシーンじゃないんだっていうバリアを強く張ることによって、それをかいくぐって見てしまう僕らの心っていうのを利用してエロいシーンっていうのを作るんですね。だからこれにしてもこれにしてもこれにしても必ずサスペンスフルなシーンの中でエロいっていうのを出していきます。一番最初にシーターと会った時からここまで比べたら言い訳がしようがないぐらいおっぱいが大きくなってくる。で、わずか 2,3 日のことだから女の子の成長は早いよねではないんですよ。もうこういう風に書かないと気が済まないんです。この時になるともうシーターは女であることっていうのを利用し始めてるからです。登録ボタン押してね、登録ボタン押してね、登録ボタン押してね。